カステイラーリです。この時間は延岡市の企画・制作でお送りします。それでは最近の話題です。今月28日、幸町の延岡観光協会事務所でチキン南蛮マスコットキャラクターグランプリ作品の発表が行われました。これはチキン南蛮発祥の地である延岡を広く PR するため、市内のまちづくり団体南蛮トライが主催したものです。この日は応募のあった977点の中からグランプリに選ばれた大分県別府市在住の首藤千尋さんの作品チキ南蛮町が披露され、首藤さんに賞状と記念品が贈られました。主催した南蛮トライでは、今後のさまざまな取り組みの中でチキ南蛮町に活躍してもらいたいと話していました。今回は延岡市総務課広報係の宇野島隆之さんに延岡市の今年の重大ニュースを紹介してもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回紹介させていただきます延岡市の重大ニュースは、延岡市役所の課長以上の職員にアンケートを取りまして集計した結果に基づくものです。この延岡市の重大ニュースをご覧になりながら、皆さんも今年1年を振り返っていただきたいと思います。それではまず第10位から4位までを発表いたします。第10位は、市民共同まちづくりセンターが4月にすべての改修を終え、より機能的なセンターとしてグランドをオープンしたことです。登録団体数も80を超え、それぞれがさまざまな活動を展開しています。第9位は、2月に開催された延岡西日本マラソン大会が生中継のエリアを今年から九州7県へ拡大したことです。大会ではテレビ中継を通じて選手の熱い走りと延岡の魅力を県内外に PR することができました。第8位は、平成11年に開学した九州保健福祉大学が10周年を迎えたことです。同大学は薬剤師国家試験で2度目の合格率日本一に輝くなど、各種国家試験での高い合格率を誇っています。第7位は、元気延岡商品券の販売です。 20% のプレミアムがついた元気延岡商品券は市内各地のイベントなどで販売され、消費拡大と景気対策を図っただけでなく、青空市や北浦マルシェなど新たな地域イベント誕生のきっかけにもなりました。第6位は、着々と整備が進む高速道路です。現在市内の至る所で東九州道の完成に向け、トンネルや橋の建設が行われています。大分県境北側間では、この区間では初めてとなる熊野江第2トンネルの貫通式も行われるなど、目に見える形で整備が進んでいます。第5位は、企業誘致が大きく進展したことです。5月に企業立地調印を行った先行ビジネスサポート株式会社は、現在クレアパーク延岡工業団地内に新社屋を建設中で、今後5カ年間で310名の新規雇用が見込まれています。また佐敷の工場用地では、昨年立地調印を行った岸上かまぼこ株式会社が来年6月の新工場完成を目指し工事を進めています。第4位は、地域医療を守る条例の制定です。この条例は地域医療を守るだけでなく、市民みんなが健康で長寿な町を目指すというもので、全国市町村では初めての条例制定となる画期的なものでした。地域医療に関してはシンポジウムや講演会なども開催されましたよね。はい、地域医療を守るために市民団体が結成されて、適正受診や医師の確保のための署名活動を行ったり、官民一体となって地域医療問題に取り組んできました。続きまして、上位3位の発表です。第3位は、これからの延岡市の新たなまちづくりの方向性を示す新生延岡プロジェクトの策定です。このプロジェクトは、雇用創出、中心市街地、公共交通をメインプロジェクトに、企業誘致や地域医療の充実に向けた取り組みをはじめ、延岡駅周辺整備に向けた市民ワークショップの開催、小中学校の耐震化やスポーツ施設の整備などを順次進めています。第2位は、
新清掃工場夢の森の完成です。4月に完成した新工場は1日218トンのごみ処理能力を持ち、余熱利用を行うほか、新たに発電も行い、周辺施設に配電するなど環境に配慮した施設になっています。また4月からはごみ処理の有料化もスタートしました。そして第1位は延岡市が九州の基幹都市圏の一つに決定、さらに定住自立圏構想の中心市宣言を行ったことです。国が策定する国土形成計画の九州圏広域地方計画で、本市は九州で8カ所の基幹都市圏の一つに位置づけられました。これに先立ち1月には国土形成フォーラム in 延岡が開催され、今後の本市の担うべき役割や位置づけ、将来像などについて基調講演やパネルディスカッションが行われました。また昨年先行実施団体として指定を受けた定住自立圏構想では、県内初となる中心市宣言を行いました。今年もいろいろな出来事がありましたね。はい、そうですね。今回紹介いたしました重大ニュースの他にも、いろんなニュースがいや出来事がありました。皆さんにとってはどんな1年だったでしょうか。新しい年も皆さんにとっていい年であればいいなと思っています。今回は総務課広報係の宇野島さんに今年の延岡市の重大ニュースを紹介していただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。延岡市政だよりをお送りしました。